ゆるゆる北海道。本日は家族10人でお蕎麦を食べにドライブです。総勢10人なので BMW、スバル、ランドローバーに分乗して十勝清水の目分量を目指します。新得地方は幌加内と並ぶ蕎麦の二大産地です。北海道はお蕎麦が有名なんですか？はい、実は北海道が生産量日本一なんです。いろいろなところに美味しいお蕎麦屋さんがありますね。目分量に到着いたしました。せっかくなので、美味しいアイスクリームをいただいて帰りましょう。北海道のアイスは美味しさが違うから大好きです。
が見えてるってことは撮ってるってこと。可愛い顔して可愛い顔。これとアイスも。ここで皆様にお知らせがあります。ではどうぞ。ポルシェの納車が10月以降にずれ込みましたが、突然別の車が9月中に納車になります。